こんにちは、ふうこです。今回は資産運用って何から始めればいいのっていう方へ始め方を5ステップで簡単に説明します。私は田舎に住んでる節約オタクの会社員で月10万生活をしたり年間300万貯金をしています。そんな中でですね、貯金だけじゃなく2年前から投資も始めました。投資では150万くらい利益が出てるんですけど、これ全然その特別なことをしたとかじゃなくてですね、初心者さんにもおすすめできるインデックスファンドへの投資っていうのをやってきました。今回はそのインデックスファンドへの投資っていうのをもう本当に最初の手順から説明したいと思います。私も2年前その投資始めた超初心者の頃は資産運用した方がなんかいいらしいぞ。積立NISAがいいらしいなぁ。けどなんかよくわかんない。何から始めたらいいの？って思ってました。今日は投資って本当にどっから始めればいいのかマジでわからねえっていう初心者さん向けにですね、5ステップで解説してます。結論こんな感じですね。まず無駄な固定費を削ろう。生活費6ヶ月分を貯めよう。インデックス投資をスタートしよう。で、4番、投資と並行して5年以内に必要になる大きなお金っていうのは貯めていこう。5番目、売らずに15年以上持ち続けようってことです。で、先に結論だけ言っちゃったので、どういうことって思った方いると思うんですけど、安心してください。この順番にですね、具体的に説明していきますんで。まず最初に無駄な固定費を削るっていうことなんですけど、格安 SIM に変更、家賃交渉とか、ガス会社、電気会社乗り換える、あとは保険の見直しっていうのを行うことで、固定費の削減を行いましょうということなんですけど、投資の話なのになんで節約って思った人いると思うんですよ。でも本当に最初に生活費を下げておくってことがめちゃくちゃ大事だからなんですよ。投資を始めるからといって全く現金を持たないわけにはいかないじゃないですか。やっぱり急に現金が必要になった時の、備えっていうのは必要なんですよ。必要な現金額の具体的な内容っていうのはステップ2で説明します。固定費削減についてはこの動画ですね、サムネがこんな感じの動画で結構説明してるので、詳細気になる方はこの動画見てみてほしいんですけど、ちょっとさらっとこの動画でも説明すると、結論から言うと、私固定費削減したことで年間37万節約できて、その分貯金というか投資に充てることができたんですよね。もともと私浪費家でぼーっと生きてたっていうか、勧められたものをされるがままなんかそのまんま使ってたみたいな。スマホもそうだし、私田舎住みなんで自動車持ってるんですけど、自動車の保険とか結構高かったんですけど、そういったものを見直したら年間37万安くなったので、その削減できた分をですね、積立NISAに当ててるような感じですね。固定費ってなんだっていうのが、家計簿の中で変動費と固定費って大きく2つに分けられるんですけど、毎月使用量がほぼ変わんないようなお金、家賃とか通信費とか光熱費っていうのが固定費っていう方ですね。で、そちらの削減っていうのがすごく良くて、一回見直して安くしちゃえば、その後も労力ゼロでずっと安いので、すごい楽な節約なんですよ。食費節約とかだと、残業して疲れて帰りましたみたいな時でも、毎日の自炊を頑張んないといけないとか、スーパーに行って安いのを買う努力をしなければならないみたいなのがあって、ちょっと大変なんですよね。でも固定費の削減はですね、もう極論一日中寝てても、家賃の交渉して下げとけばずっと安いとか、格安シムにしてずっと安いとか、そういう寝ててもいいみたいな感じになるので、維持が楽っていう意味で楽な節約としておすすめです。で、次に生活費6ヶ月分を貯めようってことです。また貯金の話になっちゃうんですけど、やっぱり突然仕事がなくなったりとか、いきなり病院で入院しちゃったとかってなると、どうしてもその現金が必要になるじゃないですか。そういう時に仮にですけど、全部投資してたので現金がありませんとかなっちゃうと困っちゃうわけですよ。せっかく買った株をですね、売却して資金にしないといけなくなるわけですよね。株がちょうど下がってる時に売っちゃったらめっちゃ損じゃないですか。そういうことはしたくないので、必要最低限のお金っていうのは貯金しておきましょうっていうことです。で、生活費6ヶ月分、なんで6ヶ月っていうの根拠が2つあって、路頭に迷うパターンとしていきなりリストラみたいなのがあると思うんですけど、転職活動の平均期間がですね、3ヶ月から6ヶ月っていうのが平均って言われてるので、長くても6ヶ月かなってことで、生活費6ヶ月分は必要かなというのが1つで、あとはいきなり怪我とかで入院しちゃったってなった時に、平均入院費用っていうのが20万8000円っていうデータがあるので、生活費6ヶ月分貯めておけば、もちろん20万8000円は大抵の人がクリアできると思いますんで、生活費6ヶ月分をまずは貯めておきましょうってことですね。私だったら多くても月々15万で生きてるので、 15×6 で90万円貯めておけばまずは安心かなってところですね。20万の人は120万とか貯めておく必要があるってことですね。
で、ここまで現金が貯まったら、インデックス投資をスタートしようっていうことです。丸2が終わる前に、勉強の意味でインデックス投資スタートしちゃってもいいと思います。月500円とかでもインデックス投資ってスタートできるので、積立NISAで月500円とかやってみても全然いいと思うんですよ。ただ、毎月1万円、2万円とかやりたいって人は、ちょっとこのステップ通りに行った方がいいかなとは思うんですけど、で、インデックス投資をスタートしようって、投資っていろんなスタイルがあるわけですよね。インデックス投資とか、高配当株投資とかなんかいろいろあるわけですけど、その中で一番基本基礎であって、しかも一番利益率高くて一番楽と言われてるのがインデックス投資っていう、なんかめちゃくちゃ最強のやつが一番初心者向けのものとしてあるんですよ。それ始めるのどうすればいいかっていうと、楽天証券か SBI 証券どちらかで口座を開設しましょう。で、これ1週間くらいでできます。ネット調べて口座開設ってポチって押して情報入力してとかやっていけばできます。インデックス投資をするっていうのはですね、インデックスの商品を買っていくことになるんですけど、この商品名のおすすめがですね、 EMAXIS スリム米国株式っていうのと EMAXIS スリム全世界株式ってやつです。このどっちかを買いましょうっていうのがおすすめです。まず投資始めたことない人は積立 NISA から始めましょう。積立 NISA はですね、年間40万を限度になので、40万割る12ヶ月で1ヶ月 33,333 円までの積立ができるよっていう制度なんですけど、何がいいって株を売った時に利益から 20% 課税されて、手取りが 80% なんですよね。どういうことかっていうと、50万円で株を買って150万円で売りましたってなったら利益が100万円なはずじゃないですか。じゃあ手取りで100万円もらえるのかなと思いきや、課税されるんですよ。20% 持ってかれちゃうので、20万持ってかれて手元に入るのは80万円みたいな感じですっていうのが普通の投資なんですけど、積立NISA口座っていうのを作ってそこで投資を行えば、その100万円まるまるもらえますよっていうのが積立NISAの制度なんですよね。だから税制優遇をしてくれてるってことです。なので、まずは積立NISAを始めるっていうのが、初心者さんにおすすめな方法ですね。で、次に EMAXIS スリム米国株式と全世界株式をおすすめする理由についてなんですけど、まず初心者さんにおすすめなのがインデックス投資っていうものなんですよ。この2つのファンドっていうのがかなり優秀なインデックス投資をできる、商品っていうことになってます。すごい熱を入れて説明してるんですけど、この商品を皆さんが買ったところで私には一銭もお金が入らないですし、なんか謎の闇の組織の謎のボスにお金が入ったりもしないので、なので安心してこの商品を買っていただきたいんですけど、理由はですね、ファンドってまず何ですかって話なんですけど、皆さんアップルの株がめちゃくちゃ上がってるとか聞いたことはあると思うんですよ。そういう雰囲気の言葉を。会社っていうのは株価っていうのがあるわけなんですけど、一個の会社の株をどんどん買っていくっていうのはすごいリスクがあって、なんでかっていうと、例えばトヨタだけずっと買ってましたってなったら、自動車業界が低迷しましたってなった時にトヨタもふーんってなっちゃうし、一社だけに投資してたらトヨタが潰れたらもう自分の資産おしまいみたいな感じになっちゃうんですよね。でもファンドっていうのはトヨタとかアップルとかスバルとかなんだ、いろんな会社がたくさん入ってるんですよ。いろんな会社詰め合わせました、いい感じにみたいなのがファンドっていうやつで、でただファンドイコールいいものっていうわけではないんですよ。世の中にある悪いファンドっていうのが、運用コストがめちゃ高いのと分散がうまくできてないよっていうのがあんま良くないファンドとしてあるんですよね。ぼったくりファンドとか言われてるんですけど、でこの EMAXIS スリムシリーズ米国株と全世界株っていうのはですね、分散はもうめちゃくちゃよくできてるので、もう1社2社潰れたところでなんともないと、全然大したことねえぞみたいな感じなんですけど、でコストもですね、長期にわたって運用コスト最低水準を目指し続けますってバーンって言っちゃってるんですよね、方針として。なのでこの EMAXIS スリムの米国株式が全世界株買っとけばもう間違いない、私はもう自信持って皆さんにお勧めできます。まとめるとですね、 SBI 証券か楽天証券で口座を開設して EMAXIS スリムの米国株式が全世界株式を買いましょうってことですって言われても、二択どっちすればいいの結局ってなる人は、言いますと、 SBI 証券で口座開設して EMAXIS スリムの全世界株式を買いましょう、これで OK です。正直ぶっちゃけどっちでも大した差はないんですよ。どちらにしようかなって決めればいいんじゃないかなって個人的には思うんですけど、やっぱり決めてくれた方が初心者としては楽だなって思う人いると思うんですね。で、別にこれ途中で変えられるので、なんかいろいろ勉強して分かってきて、冬子の野郎わけわかんないこと言ってたけど、ちょっとやっと分かってきたわ、全世界株より米国株の方がいいなってもし思ったら、その時に変えればいいだけなので、とりあえずそんなことより始めちゃうっていうのがいいと思うんですよ。で、今ポイントの観点で SBI 証券っていうのが楽天証券よりいい感じになってきてるので、今
住友証券がいいかなと思います。全世界株か米国株かっていうのもですね、結構皆さん迷われると思います。私もすごい迷った時期がありました。冬子の野郎から言われたことをするんじゃなくて、自分でちょっと迷いたいな、考えてみたいなって思った方はですね、その考え方の一つの基準としてですね、こういうのがあるよみたいな動画を私作りましたんで、こういうサムネの動画でですね、ここから多分止めるのかなっていう風にしてあるので、興味ある方は見てほしいです。次になんですけど、5年以内に必要になるお金は現金で準備しようっていうことですね。例えば5年以内に結婚式をやりたいとか、出産をする予定だとか、家の頭金が必要とか、どっかに旅行したいとか、そういうのがある人、こういった場合はですね、投資で増やして使おうとか思うんじゃなくて、現金で用意しておくのをお勧めします。で、なんで5年なのかっていうとですね、こういうデータがあるからなんですよね。この図はですね、1969年から2012年の値動きから、何年保有したかっていうのと収益率、つまりリターンの関係をグラフにしたものですね。インデックス投資をすると全世界株でも米国株でも、大体この結果になると思っていいです。 MSCI ワールドインデックスっていう指数に、ほぼ連動してるので、5年間までの保有だと損するとマイナス 5% くらいになっちゃうということなので、5年間までは現金として、この先5年間で必要になる大きな出費っていうのは投資で増やすんじゃなくて、もしかしたらマイナス 5% になっちゃうかもしれないんで、現金で用意しておいた方がいいと思います。で、この5年分もですね、その最初に言った生活費6ヶ月分と5年分全部現金で貯めてから、その後にインデックス投資をスタートするみたいなのだと、ちょっとハードル高すぎると思うので、生きるのに必要な最低限の生活費6ヶ月分はまず現金で用意するんだけれども、その後インデックス投資を始めながら並行して、この先5年分必要になる資金っていうのは現金で貯めていこうくらいの感じでいいと思うんですよ。っていうか私も実際そうしてるので、なのでインデックス投資を始めたらですね、収入の中で生活費として使ったお金以外にインデックス投資として使うお金っていうのがあると思うんですけど、それプラスですね、現金として5年以内に使うはずのお金っていうのはちゃんと計画的に貯金していきましょうってことですね。最後に5番目、売らずに15年以上持ち続けようってことです。で、結構みんなができないのがこの売らずに持ち続けるっていうことだと思います。ここで一つデータがあって、フィデリティっていう会社がですね、自社の口座でどの属性の口座が一番成績が良かったか調査したらしいんですけど、一番成績が良かったのは、フィデリティで口座を作ったのを忘れていた人だったらしいんですよ。で、つまり多くの人が理論上は放置が一番いいんですよね、インデックス通して。もうそういうのが分かってるんですけど、いろいろいじくっちゃうと、あ、株価が上がったな。じゃあ今売って、下がった時にまた買えばめちゃくちゃいい感じになるじゃんって思って、いろいろいじくっちゃうんだけど、もうそのいじくった結果損するみたいなのがほとんどの初心者が陥る罠なんですよね。っていうか私が陥ったんですけど、そういったその陥った罠的な話もこの動画で紹介してます。こっちにリンクは出してると思うんですけど、紹介してるので気になる方は見てもらえるといいと思うんですけど、つまりですね、初心者がいじくったところでですね、もうインデックス投資そのものに勝てないんですよ。放置が一番いいんです、インデックス投資は。なので、先ほどのこのデータにある通りですね、15年以上保有すれば損することはほぼほぼないんですね。このデータもですね、1969年から2012年までのデータなので、その間にリーマンショックとか IT バブル崩壊とかいろいろあったじゃないですか。それを経験した上でこのデータなので、なのでこれから先15年、なんとかショックとか多分起きると思うんですよ。でも大丈夫だと思って持ち続ければ、15年後には少なくとも 2.8% アップして、良ければ 18.8% アップしてるはずなんだから、持ち続けましょうと、うろたえずにいましょうということですね。この動画でも言ったんですけど、安心して放置するっていうのがもうすごい要です。以上5ステップでインデックス投資の始め方っていうのを紹介してきたんですけど、その節約に関しての動画今まで結構いっぱい出していて、1ヶ月8000円まで食費下げたりとか、もちろん3食ちゃんと食べてですよとか、そういった動画とかあるので、もしその辺気になった方はですね、私のチャンネルの、節約の再生リスト見ていただけると結構役に立つ情報とかも書いてあると思うので、皆さんの節約の役に立てていただければと思います。この動画が役に立った、面白いと思ってくださった方は高評価、チャンネル登録していただけると私のモチベーションになるので嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。